プロポーズするときに目の細切りをプレゼントするっていうじゃないですか。自分はこう物を作る器用さが持ってるっていうか、技術はある、生活の苦労はさせませんよっていう意味で手の込んだものをプレゼントしたんじゃないでしょうかね。伝統から新しいものをこう作り上げるのが本来の伝統である、模倣だけではなくそこから新しいものを生み出すっていうのが次の伝統になるっていうのもね、僕すごくその言葉が良くて、自分の人生の魂だね、一芸に打ち込んだな、力を入れていく、これしかできないので。